よし、おパ。ちょっとなぜか二日酔いな僕です。昨日ちょっとあれ、そんなの飲んだっけな、飲んだっけ、よくもないんですけど、自宅でちょっと二日酔いで、今日は優しく卵丼にしました。入っているのは、玉ねぎ、しめじ、小松菜の葉っぱです。あと昨日作った味噌汁に、あれね、大根とかぼちゃの味噌汁に小松菜の茎の方を入れて柔らかくして胃腸に優しくしました。というわけでいただきます。食べよう。俺そんな飲んだっけな、昨日かな。うん、うん、おいしい。涼しくなったな、あれだけど、それにしても。海苔入れたらよかった。卵丼に刻み海苔と美味しいよね。でも熱い。あぶね。むせるどうやった。またモザイクかけんなんてこうやったわ。
熱っ。いろいろ飛びすぎ。ああ、というわけで、ああうまかった。というわけでパテモツ協会、卵丼と親子丼って言ってた最初、もしかして卵丼と味噌汁でした。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。さてコメント返しますか。昨日のメンチカツ2合飯、弁当でも茶碗でもやったら箸を、米を箸で寄せまくるのや、一粒残さず食べようとしているのはわかるが寄せてる音が嫌、あと喋る時のネチャネチャしてる感じが嫌、粘りっこい喋り方、咀嚼もネチャネチャ、でもトータル的にうまそうに食ってる。これからみたいなこの人たちが悩みです。これからも頑張ってください。ありがとうございます。うん、まあしゃあねえよね。うん。しゃあないです、それは。
2号ミス見てたらお腹空いて、空いてあったわ。ご飯食べてください。真夏の一日入った臭い黒のブラジャーと黒いパンティーと黒いストッキングとサンダルハイヒールいる、いらん。メンチカツほんと最近食べてないな。ご飯のっけのっけの合わせはほんと美味しいよね。ご飯美味しいよ。うん、キャビ、と豪華に食べておりますが、とても美味しそうにかつ綺麗に見えます。ありがとうございます。キャベツはね、美味しかったですよ。うん、お疲れ様です。夏バテは大丈夫でしょうか。結構ね、この 数日前はねバテてました。かぼちゃとかじゃがいもの味噌汁はホクホクして美味しい、最高。たらこ発見者ポテさん2個、美味しいよね味噌汁。あんまり作らないけど、メンチカツ買えなくてポテトコロッケで真似しました。ありがとうございます。2回目はそれはせめて昆布とかシャケにしてもらった。いや、あるからやって。昆布とかシャケがね、ないんですよ。だからたらこが食べたかったんだけどね。うん、まあ、多分またこの先出る可能性もありますね。女性っぽい方ですね。その世界の方だと思います。頑張ってください。応援してます。よくわかりで、昨日ね、脇毛をね、あの脱毛シートでね、やったらね、今日真っ赤になりました。食いっぷりがいいですね。前みたいに甘いものを食べてほしい。甘いものね。うん、お疲れ様。その橋どこで買えるんですか。アラフォーで矯正、橋矯正してるおっさんです。いや、これ、ね、いただいたんですけど、多分ね、あの大人の矯正橋とかそんなの調べても出てくると思いますよ。うん、おいしそう。腹いっぱい食べたいな。食べなよ。うん、ただいまです。仕事疲れた。ご飯作る前に足痛いからマッサージしながら見ています。うん、メンチ美味しそう。メンチにオーロラソース試してみます。これは結構のオーロラソースが好きですね。パッからパーになりました。はい、そんな感じでしたね。そのちゃんよかおとする。その橋もよかおとする。ザラザラしてるからね。発掘作業を笑いました。うん、前も一回やったんですこれ。はい、いつもおいしそうに食べます。僕も食べたくなる。いいですね。四万の狂犬、まじまさん。龍が如く、極み2ね、今日予約しました。はい、北斗の如くも買おうかなと思ってますね。新作はちょっとまだ分かりません。橋が矯正橋。そうです。ご覧の通り。最近食べ量減ったかな。そうかな。あんま変わってないと思うんですけど、そもそも大食いじゃないんで、俺は。こんなもんだと思いますよ。はい、というわけで、バテモス協会。今日もコメントの方を読ませていただきました。ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。日曜日ですね。今日も夏休み最後やで。今日最後の日曜日やで。ハッスルハッスル。